どうも皆さんこんにちは。ようやくお目当ての EGO2 つが使えるぜ。あまりにも美女が良すぎる EGO のカルミラじゃなくてミルカラだ。これマジでカルミラだと勘違いしてたぜ。だってギフトの名前カーミラだし。それはそう、見た瞬間わかるが、とうとう俺たちの元にも破壊不能コインがやってきたぜ。ただ俺たちはマッチ負けした時点で甚大な被害被ることが多いから、敵が使ってくる破壊不能コインよりはあれかもだが。そういうこと言わないの。勢い余ってミルカラ2つとも同期レベル4に上げたおかげで育成素材が壊滅しましたが、ワウ EGO を上げれる時に上げておかないと一生同期さんのままだぜ。かけら消費が甚大すぎて踏みとどまっちゃうよね。まあそれはさておき、さっさと鏡ダンジョン行くぜ。言ってなかったが今回も N 社止めと明けだぜ。案の定釘と金槌の本が全然出なかったので出たとこまですっ飛ばしました。まずはムルソーの方から見てみるか。渇望、ミルカラ、ムルソー。EGO の脅威度はワウだな。ピロブトピオーナ、アルムダムポチ。なんだかかくでもしはや。覚醒、渇望、ミルカラ。随分みっちりなスキル説明だこと。まず相手についてる出血力につき最大2までコイン威力が増加。攻撃後3ターンの間精神力が10ずつ減少し続けるぜ。で1コイン目で出血2を付与。最大共鳴4以上で相手の出血が1回発動。2コイン目も同じ効果だな。で3コイン目でバラのトゲの回数が2増加。マッチ勝利後的中でさらに2回増えるぜ。4コイン目はマッチ勝利後なら出血を相手についてる出血威力と共鳴数に応じて最大3回発動させるぜ。敵を倒したなら相手に与えた強化ダメージを敵全体に固定ダメージとして分けて与えるぜ。敵をオーバーキルした分が無駄になりにくいってことだな。でこのバラのトゲなんだが、めっちゃいろんなこと書いてあるんだよな。まずバラのトゲの威力が1から9の時だな。出血を付与するとき追加で出血2を得るようになるぜ。1ターン最大5回だから最高で出血10付与できるってことだな。で敵が出血ダメージを10受けるごとに威力が1増加するぜ。バラのトゲの威力が10になると追加で出血を2得る効果に加えて出血回数も1増加するようになるぜ。ターン終了時に威力が10または回数が1なら相手にダメージを与えて血色を増加させてこのバフが消滅するぜ。見てわかる通り単体相手にめちゃくちゃ出血付与できる効果だな。一応共鳴を4以上組んでマッチに勝つと出血効果が5回発動するようになるな。これだけでかなりのダメージだ。鏡ダンジョンとかだとめちゃくちゃ出血回数稼げるからいいんだが、普通に使うと出血回数使い果たしちゃうかもしれないな。あとはちょい資源がきついか。まあワウだし仕方ないところあるが。侵食、渇望、ミルカラ。なんかさっきより情報多いな。自分と相手についてる出血の合計6につき最大3までコイン威力が増加。使用時効果で自分の体力の 10% を消費して全ての敵味方がダメージを受けるぜ。これ味方もダメージを受けるの要注意。もし自分の体力が半分未満なら代わりに全味方に出血を付与して1回発動。味方が食らった出血ダメージ分自分の体力を回復するぜ。1コイン目と2コイン目で自分と相手に出血3を付与して出血を1回発動させるぜ。3コイン目でバラのトゲ回数に増加。相手にトゲがないなら威力が追加で4上がるぜ。マッチに勝った後ならさらに追加で回数が2増えるぜ。4コイン目の効果は覚醒の時と一緒だな。こっちは3コイン目で一気にバラのトゲの威力を4上げれるぜ。一応パッシブ効果で自分が出血ダメージを受けるか与える時出血ダメージ分体力回復があるぜ。この出血ダメージを与えるってのはこの EGO にある出血ダメージ強制発動みたいな効果のことだな。EGO を活用しないと意外と発動しづらかったりするか。あとは青と紫資源って割と集めづらかったりするよな。ムルソーは一旦こんなもんで次ドンキ行くぜ。渇望、ミルカラ、ドンキホーテ。EGO の脅威度はワウだな。覚醒、渇望、ミルカラ。これまたとんでもない情報量。まずこのスキルを使う間は体力が1未満にならなくなるぜ。相手についてる出血10につき最大2までコイン威力が増加。自分の累計消費血色100につきマッチ威力が最大5まで増加。血色が100未満なら攻撃が当たるたびに出血1を付与。攻撃後は3ターンの間精神力が10ずつ下がり続けるぜ。この EGO は4コイン全部が破壊不能コインになってるぜ。正直火力とかを考えるなら破壊されてる場合ではないんだが、1から3コイン目は累積消耗血色数に応じてダメージ量が増加するぜ。4コイン目も同じくダメージ量が増加。マッチ勝利した後なら色力完全共鳴数に応じて渇望するバラを最大4付与。
渇望するバラはターン終了時に自分の出血威力が10以上なら自分の体力の最大 30% までダメージを受けるデバフだな。今のところオレンジ資源を消費して打てる火力高い攻撃 EGO ってなかった気がするな。しかもまだこの EGO はマッチ威力増加のとことか発動しない部分あるしな。伸びしろがまだあるってだけで恐ろしいぜ。侵食、渇望、見るから。次侵食だな。体力が1未満にならないのは変わらず、相手の出血が10以上ならコイン威力マイナス1、自分の消費した血色が200以上ならさらにマイナス1されるぜ。血色が150未満なら攻撃が当たるたびに出血1付与。で攻撃前に出血20を得て出血ダメージが発動、出血回数が2減るぜ。1コイン目は消費した血色50につき最大10出血付与。血色が100以下なら出血10を付与するぜ。2コイン目は消費した血色100につきダメージ量が 20% 増加、最大 100% 増加するぜ。マッチに勝った後なら追加で与えたダメージの半分だけ体力回復。色欲完全共鳴数に応じて渇望するバラを最大5まで付与するぜ。侵食すると表が出なければ30から30の威力でぶん殴れるプラス出血大量付与っていうすげえ性能だけど、これオーバークロックで使うには消費資源とんでもないな。さてはこっちも自分の消費血色に応じてパワーアップするんだがまだ無理だな。侵食したい時は資源と相談するんだぜ。ちなみにこの侵食 EGO を嫉妬滞在が打ってくるようになると考えるとそれ以上いけない。じゃあこんなもんだな。まだフルパワーじゃない EGO なの面白いよね。集めるギフトの都合上1層目と2層目のボスは前回と全く同じだぜ。またクローマーか。まあ動画にできてるからわかると思いますが、2層目はクローマーです。知ってた。限られた状況でしか使わない合成ギフトってロマンあるよな。N 社とあとはピークヨド海賊団用かな。新しい鏡ダンジョンでもなんか追加されてたら面白いな。じゃあさっさとクローマー縛いて N 社乗っ取るぜ。かわいそうに。나를따라해보는거야짜잔이휘청거리는군피로부터피어올른아름다운꽃이 나의 그대는
함께 오늘 떼어내주지. 다 죽어라. 不潔さも取れましたと、不潔さだけで見ると結構強いっちゃ強いな。まあよ、ダメージ量アップなんていくらあってもいいですからね。特に欲しいものなかったし、個人的に好きな壊れるものパック取ります。ロボの方が来たか。血の切りなくてもこの合成ギフトがあれば100人力ですわな。모든피를그래그렇게화물이피어나고피어나고피어나라まあそりゃ一瞬で終わるわな。とりあえず体力いっぱい上がるやつ選んどきましょうかね。あとは道中で血の切り回収すれば完璧だぜ。それは正直どうとでもなる気がする。あほらかなあ、見つかった。あとは靴はおごり押しで取ってくればいいだけだな。なんだかんだ結局時間がかかるムカデくんですか。今回は威力と出血のごり押しでいけそうだけどな。じゃあチェディ、나를따라해보는거야。じゃじゃん。저주받는기분이어떤것인지피로부터피어오는아름다운꽃이나그때무시하리라그저하염없이모든피를그래그렇게화물이피어나고피어나고피어나라
속으로개오물에はい、アミゲット。途中の自販機でしっかり靴輪も回収済みだから血の切りは完成だな。あとは他の適当なギフト集めまくるだけだね。最後のボス迷ったら大体メリー選びがち。体力多いプラス混乱しやすいイコールありがたい。苦難のおかげで体力がいい感じなメリー戦だぜ。3500でいい感じってそこそこバグってますけども。最終的にギフトはこうなったぜ。なんか知らんけど核攻撃属性のティア3ギフト取れてるな。出血の石ころもあるしだいぶいいんじゃないか。一応どっちの EGO も貫通だから貫通ギフト多めに取ろうとはしてたけども。選択받았으니까。はい、リザルト画面です。いざ使ってみると予想より火力出てビビるな。ただ我々まだ血色を使える人格がウーキスしかいないんですよね。日が経つごとに浄化されていくの普通に楽しみだな。じゃあ今回はこの辺で、チャンネル登録と高評価よろしくな。